ウリアン会内市ウリアン海は、モンゴル高原北部周辺にいた、民族集団の一つ。近世、現代モンゴル語では、ウリアンハイユーライアンクハイとなる。中期モンゴル語の複数型は、ウリアンカン、ユーリアンコン、または、ウリアンカとユーリアンクオード。漢文資料では、漁師に娘、娘漢、原子、現長皮脂によらんけ、骨量外として現れ、民心代には骨、骨量漢。 カラス了解などと書かれた。終始には、ユーリアングコットと書かれる。ウリアン海は、元来、港湾連周辺などの中国東北部の北部から、シベリア南部一帯の森林地帯に住んでいた、狩猟民の盆栄であったと考えられる。ツングース語で、トナカイを飼育する民を意味するアロサイ、オーロセン、オーロン会などの故障がモンゴル語風に生まったものとも、推測されている。 名称が示す民族の範囲は、はっきりとした境目がなく曖昧である。現朝筆詞によると、モンゴル族の子祖の一人である、アランコアの時代から、コリートマトなどモンゴルに隣接する部族として、ウリアンイの名が数回出てくる。また、歴史的に、トゥバビトチューバチューバ妻を呼び、トゥバ共和国のことを、タンヌウリアンハイと呼んできた。モンゴル内のトゥバ人は、モンチューゴウリアン会と呼ばれる。 また、モンゴル内にいる、別のウリアンイの集団は、アルタイインウリアンイと呼ばれる。これらは明らかにオイラとを指している。また、サハの旧称の一つは、ウランイであった。ロシアのパーベルネ・ボルシンは1850年に、ボルガ川のカルムイク人のウランク一族を、記録している。終始ウリアンカと部族史では、ウリアンイを、 北方の森林地帯に住む、狩猟民ウリアン海賊と、モンゴル化され、草原地域に進出した、遊牧民ウリアン海賊とに2分して説明している。ウリアンカ島部族史では、もともと、狩猟民ウリアン海賊は、羊も牛も、役の類も知らず、放牧地も、天幕の住居も知らず、河勢の多いで生活していたが、たまたま自分たちの居住地に迷い金だ羊を発見し、 やがてその羊や牛の生育場所を探すうちに、森林地帯から草原に進出したという、遊牧民ウリアン海賊の起源説話を伝えている。終始では、森林地帯に居住し続けている前者の、狩猟民ウリアン海賊を、森のウリアンカトと呼んでいる。また、この、森のウリアンカトは、コリトマトやキルギスなどとも境を接していたという。モンゴル帝国時代に活躍した。 ウリャン海部出身者としては、いわゆる、四区のジェルメ、スブタイ両名がいる。上述の、狩猟民ウリャン海族と、遊牧民ウリャン海族の二種類はほぼ現在でも、当てはまり、前者はソヨンソヨンとも称される、モンゴルウリャン海アルタイウリャン海に、後者は、タンヌウリャン海トゥバンラの生活形態に相当する。1368年代との陥落より、 新朝の成立に至るまでの時代、ウリアンイと名乗る複数の集団が存在していた。ウリアン海トゥメン修士によると、チンギスハーンとその子孫たちが葬られた、ヘンティ山脈の近地を守護する者は、ウリアンイ部のうだちと呼ばれるアミールであったという。この役目は、代々受け継がれ、北元時代には、種の黄金の棺を守った。 また大きな運命のある国人として、ウリアンカイ・トゥメンを構成した。北元時代のトゥメンは、元の北戦オイラト帝国の統一と画解といった混乱を経て、新しく形成されたもので、前時代の部族との関係が不明瞭なことが多いが、少なくとも、ウリアンカイ・トゥメンは、前代のウリアンカイ部と直接の関係があると見られる。 エセン大使が全モンゴリアを統一した頃には、ウリアン海部の頭目に、チャブダンという者がいて、娘のアルタガル人を、タイスンハーンの日としていた。しかしタイスンハーンはこれをリエンシサとタに、返してしまっていた。後に、タイスンハーンがエセンとの戦いに敗れて、チャブダンのところに逃げ込んだところ、これを恨みに思ったチャブダンは、娘が止めるのも聞かずタイスンハーンを殺してしまったという。 アルタガル人が産んだタイスンハーンの息子は後にモーランハーンとなった。またウリアン海のホトクトが娘のシキルをバヤンモンケボルフ神王に目合わせたこと、ゲレッセンゼラを産んだダヤンハーンの日の一人がウリアン海部出身であったことなども記録されており、ウリアン海部がしばしばハーンの日を排出する有力な部族の一つであったことが伺える。長らく分裂状態にあったモンゴルは、 ダヤンハーンの登場によって再統一され、さらにダヤンハーンは、配下の諸集団をロクトゥメンに再編成した。ここで、ウリアンカイトゥメンは、チャハル、ハルハと共に、左翼の三万個を構成し、右翼のオレドス部と対するものとして位置づけられた。上述したように、ダヤンハーンはその母親と比が、ウリアンカイ部出身の人物で、 ウリャンカイとハーンの間には強いつながりがあった。しかしダヤンハーンの後を継いだ、ボディアラクハーンは特に、ウリャンカイとのつながりがなく、ウリャンカイ部の立場は変化を余儀なくされ、ついに、ウリャンカイが反乱を起こすに至った。ウリャンカイは、ゲゲ炎ン上昇と、特体ハラフラトラに引き入られて、攻撃を仕掛けたが、ついに、ボディアラクハーン、アルタンハーンらに打ち滅ぼされた。 滅ぼされたウリャン海の部州は残る後トゥメンに分割され、一説には、トゥメトのモーミンガン部、オルドスのウラトブと、ケウケトブは、ウリャン海征服によって増設された部族とされる。ウリャン海の古地には、ゲレッセンジェの子孫であるソトハルハ諸公が進出し、新朝が成立する頃には北モンゴルの大部分は、ハルハブの領地となった。エダガニエイ1389年。 アジャシュリに率いられて、明長に降伏した集団は、明長より、エダガニエイ、タイネイマモル、福アマリエイの三英書に編成され、明長の人々より、ウリアンハイ三イと総称されていた。しかし三英全体を、ウリアンイと称するのは、民側の誤解で、実際に、ウリアンイ人によって構成されるのは、エダガニエイのみであった。エダガニエイ主張の家系は、 シンギス藩に仕えた四寸四区の一人、ウリアンカイブのジェルメを始祖としており、モンゴル帝国時代に分かれた、ウリアンカイブの一派の末裔であると見られる。エダガンエイは三エイの中では唯一滅亡を免れて、存続し、新朝の支配下に入った。内毛子六名の一つ、女ソと名に属するハラチンバタ、トゥムド、左バタは、実際には、エダガンエイの後ろ身である。 オランカイ理市朝鮮では北方に居住する移民族の一部を、明朝における、ウリアンイの御社と同じ漢字で表記し、オラン家と称していた。しかし、これは、モンゴルのウリアンイ部とは、無関係な同じかの一派で、明朝からは、野人同じか、新朝からは、東海三部と称された集団の一つ、ワルカ部に相当する集団である。居住地は主に、 トマンコ流域で、明朝からはケトナリエイと呼ばれていた。文禄慶長の役において、加藤清正が、その一部と交戦したことでも知られる。なお、北朝鮮の朝鮮中央通信は、日本のことをしまおらんけどもと呼んでいる。タンヌウリャンハイ現代のトゥバ共和国に相当する、地域もまた、ウリアンハイと呼ばれており、新朝の時代には、タンヌウリャンハイに、組織されていた。 カラス領海という名称は、ガルダンハーンの侵攻以前に、この地域が、ハルハブの売アン海を徳を領する、サム・ブイマの一族の管轄下にあったことに由来する。岡田2010、321ページ森川 1972A、36ページ岡田2004、199から200ページ。この二人の日の出自については、各種モンゴル年代期間で相違が大きく。 ウルートのオロチュの娘とする記述も存在する岡田2010、315から316ページ森川1972バイト、176から177ページ岡田2010、74ページ、麻酔1999原文、デイリー N 契約、朝鮮民族の千年来の敵である島国のエビス。岡田2010、320ページ左翼右翼。 ありがとうございます。